でも昨日めっちゃ出たじゃないですか。はい、来ました、ハヤテ。はい、スポドラのハヤテが来てくれました。ワインTVです。あ、ワインさん知ってますよね。見てますもんね。見てますよ。チャンネル登録も。あ、知ってますよ。ほら、さすが。あ、でも見てますよ。見てる。割と。あ、嬉しいね。昨日はトモヤが出てくれて。はい。スパドラだと。トモヤは、あ、ジャンも来たもんね。常連。常連ですよ。常連ですよ。常連ですよ。常連さんかなり前からもう。そうなんですよ。出てる。初期の頃出ましたからね。もう本当に初期の。出てたね。板垣瑞希と。懐かしい。出てた。懐かしい。その頃から出ましたね。もうあれ何年前？5年、4年ぐらい前。めっちゃ前だね。コロナ前だもんね。どう、久々のワインチャット TV は。チャットどっから出てくるんだね。ワイン TV は。チャンネル。あ、チャンネル、そういうことね。まあそうだね。カメラのグレード上がった。上がった。みんなすごい気づくそこ。そこなんかいいよね。確かに。ね、それは前と比べたらね、見る人もより上がってるわけじゃないですか。そう。登録者とかね。ちょっと緊張しますね。やっぱ久々じゃん、こう楽屋とか出てさ、他のグループと絡めるのが。うちのこのミッターがなんか誰でもいいから連れてこい。なるほど。なんか俺が行くの行きづらいからお前ら行ってこいって言って捕まえたのがこの二人。なるほど。いやでもね、スパドラもねチャンネルあるんだけど、うん、全然頑張れてないのよ。正直な話。なるほど、ね。めちゃくちゃぶっちゃける。ぶっちゃぶっちゃけます。なんていうかその。人が頑張ってるんですけど、うん、その前みたいにそのなんかもう今100とかあるでしょ、多分その数で言ったらめっちゃあるでしょ、うん、そこまでなんかその毎回回せるほどじゃないですか。あ、そうね。だからちょっとスパドラをね見習いたいなと思いますよ、ね、あら、あら、仕事は監督、うん、言われてますよ。いや、言われてますよって言われてますよ。いいこと羨ましいって。でもなんかね、こうコラボとかしてみたくない。なんかそう、あ、来た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 。いきなりマッサージ機なんですよ。これ、あれ、さっきまたあったし、来ない、来ない、ほら、昨日も出てくれた、来ないと、こっち常連ですね、来てくれたかな、トモヤが、うん、さっき俺のこと貧乏人って言ってきたんですよ。あ、もう一人いるわ。うちの役があるじゃん。うちのメインボーカルですね。メインボーカル、大場めちゃくちゃ言うぞ。だとしたら一生俺のよ。わ、やばい、やばい、信じらんねえ。信じらんねえ。後でな、後でな、お前裏でね、はい、裏でいろいろしますもん。意外とね、トモヤ君言うのよね。いや、もう彼はね、全然今意外じゃないですよ。意外じゃない。俺らが知らない。マジでめっちゃいい。うん、言われてますかね、こいつ。あ、もう大体あの顔合わせればするんで。すごい。顔合わせたらもうビンタっす。今日は8ぐらいいったっす。おー、なるほど。いや、マジ何もしてないのに来るから、後ろから。こっちが若干腫れてます。あ、ほんと。じゃあこっち側もやった方がいい。誰が左右でお前、そんな素で違うやつやん。おお。嫌いやわ、お前ら。すごい嫌いやわ。レオはね、はい、今回 の何一部の時に僕やってくれたんですよ。そうワンワンを、ね、その話しろよ。そうそうだよ、そうだよ、はい、近いよ、そうだよ、はい、違う、そんなビンタとかええねん。お前らやねん、全部基本受け身で今受け答えしてたね。どうだった、じゃあどうでした。いやでもね、めちゃくちゃ楽しかったっすね、本当に。てか、直哉のさ、あの衣装がさ、うん、めちゃくちゃ熱くて、ヒョウ柄のやつね。ヒョウ柄のやつだ、うん、あれでさ、ツアーとかそれこそワンマンとかずっとやってた、全部ずっとやってたんですけど、やばいよね、あれ。あれすごいね、マジで。あれ踊りながらなんかやっぱようやったなと思って。俺そう、今回レオやるって聞いて衣装あれじゃんと思って、下着床つかないかなってすごい心配だった。それはある。ちょっと、まあまあそれは大丈夫だったけど、うん、まあ心なしか袖こんな感じ。ああ、なるほどね。でしょうね。でしょうね。トーマキャン、すごいね、トーマキャン。やばい、後でとんでもないことが、はい、これ切った瞬間にすごいことになるかもしれない。もう任せてください。始まるからね。映んなきゃやってないと一緒なんだよ。それこそ俺はスパドラの初日ですけど、まだまだ。そうだね、やばいね。あ、楽楽か、やりました。楽々、あの曲もめちゃくちゃ盛り上がるね。そうね、まだまだスパドラさんやばい。それでなんかその何振りの動画とか送られてくるじゃん、あれって、うん、で初期のめっちゃ振りスパドラの映像のやつで、はずいわ、鬼ちっちゃい、強しか、強しが行くぞ東京ドームって言ってるリハ映像があって、はずっ、めっちゃふざけてるやん、はずっ。でもほんとめっちゃ若い、相互とかもみんなちっちゃいし、小学生じゃない、いや、俺多分13歳とか、うん、中1、2だよね、多分1、2とか、はい、相当最初の曲だからね。いや、怖いね。レオなんかもういなかったもん。だとしたら成長したな、かなり、ね、褒めろ、俺のこと思っとるじゃん。おーい、ウェイヨ、来てー、ウェイヨ、くぅ、
こう、クランプ、こういう絡みもね、うん、エビライならではなんで、はい、そうね、次出ても終わっちゃいますね、もういや、あっという間、うん、どうじゃん。いや、まあだから最後はだからもうこれで終わりなわけじゃないですか。もう任務終わったらエビダンスライブもうおしまい、今年はね、うん、なっちゃうと思うんで、もしかしたら来月とかね、あのね、そのレオも言ってましたけどね、はいはい、そのなんかダンサー、来月とかにそのダンサーとか集めてこうサイファーとかしたりね、それだけじゃなくてもなんかそのいろんなとこでエビダンがね、こう関わる機会みたいなね、作っていけたらより次のエビダンにライブにもつながるかなっていう、エビダンライブにもつながるかなと思うんで、はい、ね、一緒にさばきしたりとかね、それはしないです。完全にプライベートですよね。確かにさばきは確かに俺も話してるんです。さばきしてる？してないです。あ、してる？行ったよね。行った行った。ナオヤとハヤトかな、エイク、あと行くか、行ったよね。ハヤトとかもなんかグレネードとかね、投げそうですけどね。ありもあれで聞くと、ね、ありあり、そこによると相当卑怯らしいですよね、ハヤト。あ、そうなんです。卑怯っていうか、ハヤトはずっと肩が上がってます。みんな強そう。基本ずっとこうやってコマコマしてて、で、エイクがちょっとおかしいのよ。半袖でこうやって歩いてる。自信する。どういうことみたいな。ノーガードみたいな。当たったらそこそこ痛いんだよ、マジで。それこそ、あの BB 弾が後とかつくぐらいに、後とかつくんだけど、半袖でこうやって歩いてる。エイク君、痛みなさそうですね。そうそうそう。ダイクがもう出てきたらすぐこう行くんだよ。そうそう、もうアレン強い。ターミネーターと一緒。いや、どうだろう。ターミネーターと一緒。ちょっと違う。そう、いや、惜しい惜しい。惜しいラインでは。惜しいラインでは。さあ、そんなこんなで。はい。これもう、楽屋の前だからみんな集まってきちゃってる。ね、塞いじゃってるから。これは、ワンエン、ワンエン TV。なんかワンエン TV 上げんのバカ早くない？え、頑張ってますから。すごいっすね。おびっくりした。昨日深夜の2時まで登っちゃう。やばい。いやー。お疲れ様です、マジで。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日寝坊してきましたけどね。いやいや、頑張ってね。もう、しょうがない。もう、しょうがない。言ってください。これもすぐ上がるんで、多分。今日マジっすか。今日マジや。すごいすごいすごい。終演後5分後に上がります。いや、それはそれはない、それはない。すごいこと言う。レイ君、それはそれはないわ。それは振りにしちゃダメなのよ。頑張っちゃうよ。本当です。スパダラも見習いたよね、この YouTube の力入れをね。いや、また力入れ、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 ジャンガめちゃくちゃ俺やりますね。目ギンギンにしてる。ギャンギャン、血まなこになって、血まなこで、血まなこで頑張ります。はい、最後も頑張りましょう。はい。